プロビデンスパークはアメリカ合衆国のオレゴン州ポートランドにあるスタジアム。野球、サッカー、アメリカンフットボールに使用されている。1893年頃からこの地に草野球の野球場があり、そこに1926年競技場が建設された。建設主はマルトノマススポーツクラブである。そのため当初はこのクラブの名前を取って、 マルトノマスタジアムと名付けられた。現在の収容人数は19,566人である。2001年3,850万ドルをかけて大改修工事が行われ、新たに特別席やクラブ席をバックネット裏に設けた。球場名はポートランドジェネラルエレクトリック社が命名権を購入したため、同社の名にちなんで PGE パークとなった。 PGE パークは大リーグ球団をポートランドに誘致しようと運動している。観客席に2階席を設けるなどの改築案があり、それらの改築がなされた暁にはいずれかのチームの誘致が実現するのではないかと関係者は期待を寄せている。サッカーではメジャーリーグサッカーのポートランドティンバースがここを本拠地にしている。2014年には MLS オールスター戦が バイエルミューンヘンを迎えて行われる予定。フィファ女子ワールドカップ2大会で開催地に選ばれ、特に2003年大会では準決勝に試合が開催された。1990年には OG フットボールのエキシビションマッチも行われたことがある。アメリカンフットボールではポートランドブレイカーズ、野球ではサンディエゴパドレス参加トリプル a q ポートランド、 ビーバーズの本拠地になっている。スタジアムはポートランド州立大学のアメリカンフットボールチームも使用している。州内の高校のアメリカンフットボールのチャンピオンシップが戦われる3つのスタジアムの1つでもある。1926年、マルトノマアスレチッククラブ所有のマルトノマフィールドを取り壊し、その後地にマルトノマスタジアムとして会場。 1966年、マルトノマーアスレチッククラブがポートランドに210万ドルで売却。シビックスタジアムに改名。2001年、3850万ドルで改装。ポートランドゼネラルエレクトリックが、命名権を買収し、PGE パークに改名。2011年、球技専用に改修。ジェルドーエン社が命名権を買収し、ジェルドーエンフィールドに改名。 2014年、プロビデンスヘルスサービス社が命名権を買収し、プロビデンスパークに改名。ありがとうございます。